攻略本片手に108世を集めるアキミロです。はい、今回はメインストーリー続きやっていきます。深き薄明の森向かいましょう。このスピナクス港から西って言ってましたよね。あ、左から出ろってことか。間違え。はい、西側に来ました。こっから、あ、見えた見えた、近いですね。これが目的地の入れない、下から行かないといけないってことか。あ、来れました。ここでは黎明の紋章の3つ目の技が解放されるとかあんのかな。ここが深き薄明の森ですよ。このずっと奥にシンダルの遺跡がある。あまり人が入らんところだから道らしい道もない。少々疲れる道行きになるが覚悟したまえ。いや、それは全然いいんですけど、このやっぱ効果音になれないな。リオンちゃんを助けるためですもの。そんなのへっちゃらですよね。イエス。うん、ここは結構宝ありそうですね。眠り続けるお姫様を救うために深い深い森を探検する王子様、おとぎ話そのまんまですね。うん、私王子になります。もうすでに王子だけど。ちょっと待ってくださいね。今攻略本見てるんですけど、なんか地下水脈っていうのがあって、ドワーフキャンプ側から一度来るとその後往復が可能って書いてあるのがあるな。うん、ドワーフキャンプ側からって言ってるんで、今こっちはどうしようもできないですね。宝箱は回収したいとか言ってる間にエンカウント。お、ドレミのせいっぽいな。あ、そうだ、ドレミのせいだよ。ここドレミのせいが出るらしいんですよ。ただこれラシドって名前なんで違うやつっぽいですけど、違う、ラシド、そうだ、ドレミのせいだ。今のは倒しちゃったー。くー、仕方ない、コルネリオをちょっと連れてきます。はい、宝箱です。窓セット5ゲットです。一応パーティーコルネリオ入れてきているので、何でしたっけ、ラシドでしたっけ、出てきたら仲間にしたいと思います。どうだ、出てくるか、出てこない。なんかここに出てくる敵はそんな強くないっていうか、フィールドで見た敵が多いですね。まあお任せでやってりゃ余裕で勝てる感じです。ミサト、やっぱ食らうダメージ2倍の代わり威力も2倍なんで相当強いですね。壺ゲットです。はいよ、ラシド来てー。すげえどうでもいいんですけど、ラシドって一瞬ドレミのせいだと分かりにくい名前でしたね。なんか人の名前としてありそうだなと思っちゃったんですよね、ラシドって。今までがドレミとかファソラーとか、なんかそういう名前だったのに対して、ラシドってかっこいいじゃんってちょっと思っちゃうぐらいですよ。てか道に迷ってるな。これどっちだ、確かに道が分かりにくい、ここ。はい、次の宝箱発見です。古い本6をゲットです。あー、来た来た来たー。いや、結構出なかったですね、ラシドさん。今回こそ仲間にします。紋章、風が、これで、ドレミのせいも、コンプリートです。はい、意思疎通、完了。ラシド、ゲットぜ。はい、宝箱でーす。兵法書5をゲットです。こちらは5人用の陣形ですね。ご封じ使用可能。あ、あとついでにコルネリオを交代してウルダに戻しました。お、なんか紫色の新しい敵です。うん、せっかくなんでちょっとイサトとウルダで協力攻撃をしてみましょうか。2人
2人ともダメージ2倍、受ける方も2倍っていう強力な紋章をつけてるので、結構威力出るはず。おー、ロレダイ、2回攻撃だけど、一発外しちゃったか。さあ、食らえ。撃って、撃って、撃ちまくれ。光の、いやー、あれ、あんま強くない。お互い単独で攻撃した方がよっぽどいいんじゃないでしょうか。おお、後方に攻撃してきやがった。やばいな。1044、やっぱり単独で攻撃した方がよっぽどいい。いやー、資金は6万と大量にくれてますけど。お、もう到着かな。これは一直線ですね。あ、やっぱりゴールです。うわー、これが遺跡ですか。あ、むしろ入り口か、ゴールじゃない。森はゴールでも遺跡は入り口です。なんかボロボロなんですけど。遺跡というのは普通こんな状態だぞ。ゲーム頭上が例外なのだ。本当にこんなとこ調べて意味あるんですか。前に来た時開かない扉がいくつかあった。その先に何かがある可能性は高い。お前も来たことがあるのか。確かに前ツバイクははっきり来たとは言ってなかったですからね。ああ、君と同じで特にめぼしい収穫はなかったが、扉が開かないのは壊れているからだと思っていたが、セラスコの遺跡と同じ仕掛けかもしれん。君の紋章に期待しているぞ。いやー、ツバイク遺跡探検もしたい気持ちは絶対ありますね。リオンのためだけじゃなく。さーて、この遺跡の中のも宝箱いくつかありますね。旋風のかけらゲットです。さあ、ここの敵は、うわー、これあれだー、ジーンの大穴の遺跡で出てきたすげー嫌なやつなんですよ、こいつら。めちゃめちゃ強かったなー。なんか自爆してくるんですよね。どうしよう。これ全体攻撃だったりするのかな。あ、やっぱそうだ、敵全体にダメージ 0.7 倍。だからさっき弱かったんだ。全体だったらやる。頑張れみんなー。ほいほい、ほいほい。雑魚狩りにはいいですね、この二人。1200とか強え。みんな瀕死だ。こりゃあ、別々に攻撃させた方が良かったな。HP 低いから余計に自爆してくる可能性が高い。お、任せー。ほい。OK! 相手に攻撃させませんでした。伊佐田さん、意外にハスワールさん以外に対しては威圧的ですよね。うん、この遺跡はそんな複雑じゃないですね。ほとんど一直線です。宝箱発見、第一のかけらです。お、宝箱です。天命のマント、これは誰かパワーアップできるかな。あ、みんな上がりますね。あ、これアクセサリーか。イサトにつけておきますか。オッケー。また宝箱ですね。っていうかイベントか。うわー、大きな穴。私が前に来た時にはこんな穴はなかったぞ。どういうことだ。ここ最近できた穴なんだ。ローレライなのか。いろいろとあってな。私は仕掛けに引っかかってここに閉じ込められたんだ。その時にな。ローレライちゃんが壊したんですか。私を何だと思っている。ただの人間にこんなことができるわけないだろう。では何があったのだ。思い出したくもない。気になるじゃん、教えてよ。
先を急ぐのだろ。早くしろ。よっぽど嫌だったんですね。おかしなやつだな。宝箱は取らせてよ。どうした？あ、なんでもないです。急ぎましょう。え、誰かつけてきてんの？ゴドイン派の連中か。宝箱回収。藤原の小手かな。こっちは守護のグローブ。うん、どっちも腕か。ファルーシュ以外上がらない。ダメだ。はい、レアボスの音楽が流れたんで、こいつはレアモンスターです。なんだ？強力攻撃やってみるか。全力だ。もうウルダとイサトは単体に対しては強力攻撃しません。あっちゃー。618、だいぶ強いです。1064、強い。負けないで、ミヤキス。817。お、相手に何もさせず倒しました。時間の無駄だ。なんかいっぱいゲットしたな。アイテムいっぱいです。炎の指輪は欲しいぞ。どうしよう。フライラン一回も使ってないんでね。シュードの甲冑どうしよう。なんか気づかぬ間にいろいろ持ってんな。ブーツとかいらねえ。あ、そっか、装備を整えた時に古い装備を売らなかったからだ。それでいっぱいになっちゃってんな。またまた宝箱です。ゴールデンハンマー。これは武器がさらに改造できるっていう、そういうオチじゃないでしょうか。火事スキルが S に上がる。これは余計ポッチが必要になりますね。現在18万、いや1、10、100、1000万、10万、100万か、180万ありますけど、あっという間になくなる気がする。はい、ご到着。ここだ。この扉はどうしても開けられなかった。あ、私もだ。しかしこの刻印は君の紋章とは違っているようだが、黄昏の紋章の方ってことか。これ黄昏の紋章ですよ。あ、やっぱり。やはり黎明の紋章ではないのか。では無駄足か。いや、そう決めつけるのは早計だ。王子、試してみてくれたまえ。開いてくれ。黄昏の紋章はないんだ。開け、駒。古いか。お、光ってる光ってる。一体この奥には何があるんでしょう。紋章が違っていても開くのか。黎明の紋章と黄昏の紋章は一対となって太陽の紋章を守るとされている。いわば双子のような関係だから互いに認められるのかもしれん。難しいことはいいですから早く行きましょうよ。うん、そこの人もご一緒にどうですか。あ、やっぱり誰かついてきてたのか。あ、キリーじゃん。君はキリー、お知り合いですか。私たちをつけてきたのか。結果的にそうなっただけだ。ふっ、どうだか。まあまあ、こんなとこで喧嘩してもしょうがないですよ。一緒に行けばいいじゃないですか。悪い人には見えませんし。その大きな目はガラス玉か。私はこいつのせいで死にかけたことが何度もあるんだぞ。ガラス玉かって言い方がいいな。その言葉、そっくり返す。なんだと？ほらほら、喧嘩しちゃダメですってば。
仲良く行きましょうよ。ね、王子、いいですよね。いいよ。もちろん構わない。この人は得体が知れないから上です。君は我々と一緒でもいいのか。俺もこの先に入るのは初めてだ。調べられるのなら依存はない。決まりですね。チッ。キリーがパーティーに入りました。まだ仲間ではないようですね。じゃあ春眠ごめん交代。キリー戦闘に参加できるんだな。どうしよう、入れたいな。強力攻撃できなくなっちゃうけど致し方ないな。レベルは一緒か。経験値だけでならイサトの方が若干上だけど。キリー交代だ。武器レベルとか1のままだろうから強さは大したことないでしょうけど、せっかくなんでね、一緒に頑張りましょう。では行きます。なんだキショイな。なんだこれは。本当だよ。木が動いてますよ。キリ入れたの間違いだったかな。勝てるか不安です。まあ大丈夫でしょう。言うてキリーはそんな強くなくても他のメンツが強いですからね。初めからなんかキリーが戦力にならないような言い方してますけど。強力攻撃、スパイクは防御を固めるんだ。そしてウルダー攻撃、ローレライはカズシの紋章、エンシェントカズラー、こいつも一応カズラーの一種なのか。お、キリー劣化の紋章つけてんじゃん。最後の炎使えねー。大爆発で頑張りましょう。あっちゃー、864。私も負けませんよ。757。ウルダの方が全然強いぞ。459。あんまり数値は効かないですね。そして大爆発。いかにも火に弱そうな敵ですけど、どうだろう。303。あんまりいかない。これは火に弱いわけじゃなくキリーが弱い。どっちだろう。てか結構食らったな。やっぱ敵強え。ここは回復じゃ。優しさの流れ。ファルーシュはショコ、ツバイクは大爆発で、ウルダは攻撃、キリーはあ、これロレライか。ロレライ飛翔する雷撃だったかな。でキリーは大爆発。ほい、どうだ。410。まあまあですね。キリーさんも頑張ってくれ。遺跡探検隊みんなの力を合わせて切り抜けるんだ。302。よし、これで大丈夫でしょう。持ち直したはず。ショット。ファルーサー通常攻撃した方がいいかな。どうだ。189。弱い。通常攻撃にしましょう。さあ、ツバイクさんの大爆発、キリーとどれぐらい差があるのか。479。やっぱキリーがまだ成長してないっていうのもありますね、こりゃ。ファルーシュ寝ちゃったし。マジかい。ちょっと、ミヤキスは回復に専念しましょう。そして、ウルダは攻撃。飛翔する雷撃。で、キリーさん、もう大した魔法ない。一回通常攻撃してみるか。弱そうだけど。はい。411。あ、勝ったか。やりました。
いや、なんかすげえいっぱいアイテム落としたな。いっぱいなんですよ、アイテム。交換します。何と交換するべきか。サンダルとかもいらん。白銀のローブ。しょぼそうなの。ボーンブレスいっぱい拾ったからな。ボーンブレスいらん。本当は売りたかったんですけど、仕方ない。またボーンブレス。タイガー。タイガーもボーンブレスと交換。これで OK。ふぅ、無事突破しました。ああ、びっくりした。木が動いて襲ってくるなんて、ますますおとぎ話の世界ですね。確かに。さあ、ここには一体何があるのか。こんなお部屋、ゲームズ城にもありますね。確かに、よく似ているな。見ろ。黄昏の紋章。王子？やはり、黎明の紋章でも反応するのか。これは…これは太陽の紋章の輝きか？過去にこれで滅んだと？違う。これで泉が水で満たされたのか。今の何？ここでも見えたか。ここでもって？セラスコの城でもこんな幻が見えた。そうなんですか？内容はだいぶ違っているがな。滅びの幻と再生の幻か。それはかつて実際に起きたことです。レクナートさん、今度は何だ？うわ、また出ました。また？そうか、あなたがレクナートだな。あなたがセラスコの城にも現れたことは聞いている。その場に居合わせなかったのは残念だった。いろいろと尋ねたいことがあるのでね。残念ですが、あなたの問いに答えることはできません。私が語れるのは、あなたが太陽の紋章をめぐる運命をより近づいたということ。黎明の紋章は新たな力に目覚めました。やった。それは今あなたが見た幻に現れていた力。その力が太陽の紋章とあなたの宿命を示すでしょう。けれど道を選ぶのはあなた自身です。見守らせてください。あなたの道を。待ちたまえ。消えた。むぅ。自分の言いたいことだけ言ってさっさと帰ってしまうとは勝手な女性だな。前に来た時も同じでしたよ。それより王子、黎明の紋章はどうです？何か変わった感じしますか？光ってるよ、輝いてるよ。幻に現れていた力が目覚めたとか言っていたな。荒れ果てた大地を癒し、緑を蘇らせた力か。そうか、蘇らせるとか再生とか言ってるから、これでリオンを治せるようになるっぽいですね。その一部なりとも紋章に宿っているとすれば、リオンちゃんだってきっと治せますよ。おっしゃ、戻ろう。こうしちゃいられません。急いで帰りましょう。わかった。そうしよう。残ってもう少し調べたいところだが、ここでは王子の紋章がなければ、扉も満足に開けられないからな。そうだな。それに、私が求めているものはここにはないと思う。珍しく見解が一致したな。この遺跡は、シンダルの痕跡だ。ただの痕跡では意味がない。ふむ。皆さん、求めてるものがそれぞれ違うようですね。
まあ、ローレライとキリーは若干似てそうな気はしますけど。早く帰って、リオンちゃんを助けてあげましょう。イエスサー。はい、遺跡から出たらイベント発生ですね。キリーさん、どっか行っちゃうの？あれ？どこ行くんですか？俺の道に戻るだけだ。もうお前たちと行動を共にする理由はない。いやー、一緒に戦ってくださいよ。さようなら、仲間になってください。おい、俺はバレダの国がどうなろうと知ったことではない。興味があるのはシンダルだけだ。それでも仲間になるというのか？イエス。いいだろう。マレナ王家に伝わる紋章とシンダル族には何らかの関係がある。その紋章の一つに選ばれたお前がこれからどう進み、何を成すのか見てみるのも悪くない。やりました。ギリーが仲間になりました。お前が仲間だと？悪い冗談だな。お前の仲間になった覚えはないが、私も願い酒だ。もう。ローレライとキリーはこれからもずっとあんな感じなんでしょうね。まあ、時代的に言うと未来の話である1とか2とかちょっと覚えてないんですけどね、なんか似たような感じだった気がします。はい、拠点に戻ってきました。ちょっと武術指南で上げていきましょう。宮吉さん、攻撃。あれ、でも違ったっけ？宮吉技術だったかな？どっちだったっけな？忘れちゃった。一つは魔力なんですよね、装備してんのが。まあ、いっか。で、ファルーシュは、まあ、装備してるやつはもう A になってんすけどね、他のも上げておきましょうか。ポイント余らせといても仕方ないんで。これで、体力、防御も A です。攻撃以外は S に行けないのかな。で、ツバイクは、魔法の方か、もう一個は。ウルダさんは、なんだったっけな。ローレライは技術っぽいな。キリーは何が得意なんだ？あ、乱れ打ちがある。これは初期から装備してそうな気がするんで、あげましょう。これで終わりかな。まあ、強 ESP も使っちゃっていいかな。 A までやっちゃいましょう。矢を一度に多数発射する確率プラス。ウルダもこれないのかな。あ、あったあった、多分装備してるでしょう。もう一回だけやっちゃいましょう。 OK。 で、誰だっけ、ローレライとキリーか。まあ、キリーはでも上げられないな、100しかない。スバイクは敏捷淘汰から発見か。もう両方は上がってるな。あ、っていうか、ズバイク、ローレライ、キリーで強力攻撃ありますね。これは見たいぞ。ということで、敵と戦いに来ました。ついでに、ファルーシュの黎明の紋章も新しいのを見てみましょう。仏形の輝きかな。味方単体の戦闘負の HP 状態異常全回復。どうやら黎明の紋章は、あんま攻撃っていうよりも、回復の方が得意な気がしますね。その分、黄昏の紋章が攻撃タイプなのかな。まあ、今、食らってないけど、やるか。いや、キリーが食らった状態のままだ。あれ、違う違う。キリーにやりたい。どうせやるなら。オッケー。で、強力攻撃。謎。いけー。時間の無駄だね。2人が怒ってる。なんとも遺跡のメンツは濃い人が揃ってますね。
晴らしい回復です。にしても敵強えな。キリーさんのスキルは技術とお宝発見ですね。まあ、魔力もそれなりに高そうですけど、攻撃力の方が高いようです。そしてドンゴにゴールデンハンマーを渡しました。これでもっと強い武器を撃てるようになったんだな。わー高え、4万3000ポッチです。これ次がいくつになるんだ。13で4万3000、14で5万、最後は6万5000。お高いですねドンゴさん。もうこりゃ儲かりますよドンゴの鍛冶屋。王子自らめちゃめちゃ貢いでる。はい、全員武器レベル15にしました。いやーポッチが減りましたね。200万以上あったのがもう120万ちょいになっちゃいました。スバイクとロレライはもう初期スキル全部上げられるところまで上げちゃったんで、あとはこのなんか伝承スキルに関わるやつ上げていきましょうか。攻撃と技術、じゃあ攻撃で。ローレライの方は技術と敏将、じゃあ敏将上げていきましょう。スパイク攻撃 B、 ローレライ敏将 C まで上げることができました。はい、窓セットをズンダさんに届けに来ました。窓セット5を渡した。おー緑ですね、ちょうどいいから変えちゃいましょうか。次はじゃあこの緑でいきますか。ほい、こんな感じですね。すんごい。やっぱ変えた直後は慣れるまで時間かかりそうって思っちゃいますね。そしてアズラットには古い本お届けです。古い本6を渡した。ファレナ女王国とシンダル族。かつてこのファレナの地にはシンダル族と呼ばれる者たちがいた。彼らは現在の我々など及びもつかぬ高度な文明を誇っていたが、なぜかこの地を離れいつこかへ去っていったとされている。彼らは多くのものを残しており、我々に彼らの実在を確信させてくれる。例えば深き薄明の森にある遺跡は我々の水準をはるかに超える技術で築造されており、シンダル族のものであることを疑う専門家はいない。しかし遺跡ばかりではなく、このファレナの大地そのものがシンダルの遺産であるとの説がある。古代アーメス王朝の滅亡とともに焦土と化した大地を、その後に訪れたシンダル族が何らかの方法で緑あふれる豊かな土地に戻したのではないかというのだ。またシンダル族が姿を消してしまった理由についても何も分かっていないが、全てのシンダル族が去ったわけではないと主張する研究者もいる。太陽の紋章を携えてルナスに降臨されたと伝えられる初代女王陛下こそ実はシンダル族の一員だったというわけである。さすがに荒唐無稽な印象を禁じ得ないか。しかし太陽の紋章の封印像にはシンダル族の遺物との共通点が多く見られるのも事実であり、さらなる検証が求められている。シンダル族の人が初代女王になったってなんかルナスで確か聞いた覚えがありますね。はい、今回はここでやめたいと思います。次回はリオンの病室に行ってどうなるか見ていきましょう。この動画良かったなぁと思えたら高評価、次も見たいと思えたらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄とツイッターの固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。ツイッターの URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。